皆さんこんにちは。今日はチットチャットをやっていきたいと思います。そして髪の毛を染めました。めちゃめちゃ綺麗な色になりました。少し暗めにしたんですけど、透明感もあるような感じのカラーにしてもらいました。すごい綺麗。ブリーチをしたので抜けやすくってすぐ明るくなっちゃってたんですけど、やっと染めました。今回も気に入ってます。で、今日はおしゃべりをしながらね、メイクをしていこうと思うんですけど、最近いただいたりとか購入していたものをたくさん使ってメイクをしていきたいと思います。ということで、まずはこちらです。クリスマスコフレです。本当に毎年思うけど、めっちゃ早いですよね。クリスマスの前の前の前ぐらいからなんかもうコフレのことで頭いっぱいって感じです。で、最初に使っていくのがこちら、バントルテのクリスマスコフレになります。もうね、箱がもうめっちゃ可愛いんですよ。テンション上がりますよね。こちらです。中身が書いてあって、こっちにサンタさんがいます。で、中身はこんな感じです。すべて限定になっていて、こちらがモイストヘアセラム、2層式のヘア美容液で、真ん中がモイストリップクリーム、で、こちらがモイストハンドクリームになります。嬉しすぎる3点ですよね。リップクリームはちょっともう一回使ってみたんですけど、すごい塗り心地も良くって、しっかり保湿もしてくれます。こんな感じで少し太めのリップクリームですね。で、これは香りはほとんどないかな。なんか素材の香りっていう感じ。こんな感じです。なんかテカテカになるような感じじゃないんですけど、ツヤツヤになりますよね。すごい保湿されてめっちゃ気に入ってます。で、こちらがヘア美容液、2層に分かれてます。こんな感じで混ざりますね。あ、これはね、なんか精油の香りで、ちょっと柑橘っぽいのかな。すごいいい香りなんですけど、ほのかな感じです。乾かす前にね、使うそうです。で、なんか乾いた髪にも全身にも使えるらしいです。すごい。で、最後こちらがハンドクリームです。これもね、本当にほのかに精油の香りがします。もうね、ほんと最近手が乾燥するんですよ。手の甲がなんかね、気づいたらここがまず最初に切れてて、なんか段ボールとか触ってたから切れたのかなって思ったんですけど、多分乾燥で切れてました。で、この間大根おろしを絞ったら、もうめちゃめちゃ左手痛くてもうなんかもうここら辺全体もう鳥がツツツツツみたいな感じで刺さった感じで痛くて、多分それも乾燥してたんですよね。ここもね、なんか切れてました。その後もうね、ほんと急に寒くなったりとか、あの乾燥したりするから、こういうのめちゃくちゃ嬉しい。すごい塗り心地も良くて、あんまりベタベタはしないかな。まあサラッとはしてないんですけど、あんまりベタっとするような重い感じではないです。でもすごいしっとりするから嬉しい。本当私にぴったりな3点セットなんかこれは自分用にもすごくいいと思うんですけど、この箱とかもね、可愛いので、プレゼントとかにもね、ちょうど良さそうですよね。ふともらうとめちゃくちゃ嬉しいと思う。おすすめです。はい、ということで、手も潤ったのでメイクをしていきたいと思います。朝スキンケアをしてから少し時間経ってるので、化粧水を少しつけたいと思います。こちらはアルジェランのモイストクリアローションエンリッチ、こちらを使っていきます。これ普通にいつもは化粧水としてつけるんですけど、今日はコットンにつけて拭き取るような感じでつけていきます。これね、めちゃくちゃ良くて、 LINE で使ってるんですけど、精油の香りもしてすごくなんか癒されるし、保湿もね、すごいしっかりしてくれます。で、これプチプラなんですけど、めちゃくちゃいいので本当におすすめで、あのオーガニック化粧水だから安心してね、使えます。すごい保湿もしっかりされますね。はい、こんな感じです。すごいね、ピカピカになりますよね。すごく気に入ってます。下地はラローシュポゼを使います。これはなんかいつも通りっていう感じですね。なんか手も結構乾燥するんですけど、顔もね、乾燥しますよね。全身もね、すごい乾燥するので、もう本当に保湿保湿保湿って感じ最近は保湿ばっかしてる。で、ファンデーションはこちらを使います。私もついにゲットしました。はい、中身はこんな感じで5882番です。結構弾力がある感じ。
これね、すごい人気ですよね。すごく評価もいいですよね。はい、塗ってみました。すごいね、ナチュラルな仕上がりなんですけど、カバーもね、しっかりされてます。すごいツヤツヤにもなりますね。素肌感があります。で、カラーもね、これでちょうどいい感じですね。私には暗めの方で、下から2番目だったかな、明るめの設定なんですかね。私のは結構暗めです。うん、いい感じ。そしたらコンシーラーもナズを使っていきます。これもね、インスタグラムで紹介したんですけど、ミニサイズのコンシーラーです。こちらは1242番ですね。これちょうどね、この番号のコンシーラー持ってます。すごいね、カバー力も高いし、ちょっと明るくなるような感じで、すごく気に入ってます。こんな感じでちょこっとのせて伸ばします。はい、こんな感じでしっかりね、カバーしてくれます。で、パウダーもね、ナズを使っていきます。これもインスタで紹介したんですけど、ライトリフレクティングセッティングパウダー、これをブラシでつけていきます。で、クリスマスコフレを何を購入しますかっていう質問ね、結構いただくんですけど、私本命は結構もう購入してて一番の目当てはワンピースでした。今年は私シュウウエムラのコスメを使ったことなくて、いい機会だからちょっと多めに買おうと思って頑張ったんですけど、リップは1個購入できなくって、ハイライトも予約ができなかったです。ハイライトはまだこれから発売なんですけど、ウェブ限定のチョッパーのリップはもうすぐ完売しちゃって、私カートにね入れてたのに、最終的にはね、もう売り切れましたってなって、買えませんでした。カートから外してくださいみたいになりました。めっちゃショック。まあでも他のものが、欲しいものがね、ゲットできたんで、まあ良しとしてますねだからすごい楽しみなんですけど、なんか使うのもったいなくってまだね、眺めてます。でもめっちゃ楽しみ。で、あとはマックのコスメを購入したんですけど、それもね、欲しかったものゲットできたので嬉しい。で、あとはすごい悩んでて、どれにしようかなっていうのはあるんですけど、ルナソルのアイカラーレーションがめっちゃ可愛くって、すごい悩んでます。実際ちょっと見たい私ほんといつもね、見てから買いたいタイプなので、すごい迷ってます。で、眉毛は最近気に入ってるこの風味をね、使っていくんですけど、なんともう底見えしました。早くないですか。じゃじゃーん、結構もうそこ見えてますよね。普通にメイク動画撮ってない時に、何も考えずにメイクしてたら、ん?と思ってそこ見えたと思って、もうね、それから 1,2 回使ってるので、こんだけ開きました。嬉しいけど、これ本当お気に入りなので、まだそんなに早くなくなってほしくないということで、この明るいのと暗いのをね、混ぜて使っていきます。で、髪の毛暗くなったから、暗い方多めでやっていこうと思います。はい、こんな感じでいつもにちょこっと細めに描いてみました。で、髪の毛暗くしたので、今日は眉マスカラはしないでおこうと思います。そしたらアイシャドウは、最近購入していたこのパープル系を使っていこうと思います。これはね、前回紹介した海外コスメのフーダビューティーのね、パレットですね。で、このパレットめっちゃ可愛いから使いたいんですけど、この間マックで購入したこのグランドギャラクシーもね、使いたいんですよ。ちょっと手に出してみようかな。今日がハロウィンということなので、ちょっと意識して濃くしようかなと思います。おー、めっちゃ綺麗。結構本当にダークな感じで、いろんなラメが入ってますね。本当ギャラクシーみたいな感じです。ラメ感は違うけど、ここら辺とちょっと似てる感じしますよね。このラメも絶対綺麗ですよね。ちょっとこれ出そう。はい、こんな感じ。なんか思ってた感じと違うかも。結構ピンクみというか、温かみのある感じ。大粒のラメのシルバーっぽい感じかなと思ったけど、結構ベースがピンク系な感じですね。まあ、とりあえずこちらのブラウンを使っていこうかなと思います。
はい、こんな感じで塗ってみました。めっちゃ発色いいですねこれ。でこれはね、なんかオレンジ味のあるブラウンじゃなくて赤みのあるような感じでしたね。こういう系に合うようなブラウンでした。そしたらどうしよう、めっちゃ悩むんだけど、あ、なんか思ったカラーと全然違った。ここのカラーがパープル感強く見えるじゃないですか。手に出してみるとこの一番上のピンクなんですよ。このパレットはなんかギャラクシーっていうか、ほんとピンクパープルの割と可愛らしい系のメイクができるのかなと思いました。でも今日ね、リップをちょっと濃いめにしたいなと思ったので、そんなにガッツにしない方がいいかな。こちらのカラーブラシにとって薄めにのせていきます。二重幅にのせていきます。はい、こんな感じ。これもめっちゃ可愛い。赤系のラメがね、キラキラ入ってます。で、こちらのカラーもブラシにとって薄めにのせていきます。このね、なんかキラキラのラメものせたい。これは全体にのせていきます。めっちゃ可愛い。キラキラで下のところにつけてもすごい存在感があります。こっちはなんかシルバーっぽいねラメなので全然違いますね。海外コスメだからはっきりとしたねメイクもできるけど、キラキラのね可愛い系のメイクもねできます。めちゃくちゃおすすめこれ。そしたら一回ビューラーをします。そしたらアイライナーはキャンメイクを使います。これもね、すごい気に入ってるクリーミータッチライナーの03番。インラインとちょっと跳ね上げライン伸ばすような感じで描いていきます。はい、今日はねちょっと長めに引いてみました。こんな感じ。そしたら今日はこちらのマスカラを使っていきます。下地がヒロインメイクでマスカラがビセです。この組み合わせも良かったので今日使っていきます。やっぱりこのヒロインメイクのマスカラ下地が結構いいかもしれない。で、マスカラを塗っていきます。結構いい感じですよね。バサッと上に上がってくれます。ブラシがねちょっと大きくって下まつげにはねちょっとつけにくかったんですけど、しっかりつくと存在感もあります。で、アイメイクは完成です。フーダのアイシャドウパレットすごい盛れるなんかすごい今日ね目がパッチリして見える気がしますよ。いや、めっちゃこのパレット大正解盛れるパレットおすすめ。そしたらブロンザーはこちら使います。で、この間ね、しおねちゃんと一緒にマークスタイラーさんの展示会に行かせていただいたので少し、お洋服を注文しました。今回はね、もうすでに春夏の洋服だったので届くのが来年になるんですけど、めちゃくちゃ可愛かったので本当に楽しみ。また届いたら紹介しますね。お昼に行ったのでその後ランチして、なんかお腹空きすぎてたまたま通った餃子屋さんに入って美味しそうとか言ってもう即決めして惹かれるように入ってきました餃子屋さんなのかな、タイガー餃子みたいな名前だったな、ちょっと忘れちゃったけどチェーン店だと思うんですけど、餃子と私は鮭イクラチャーハンみたいなの食べました。めっちゃ美味しかった。中華っぽくないんですけどイクラがもうたくさん乗ってるのに惹かれてそれにしました。美味しかった。餃子大好きでもうすぐ入っちゃいますね、そういうとこ見ると。なんか久しぶりだったのかな、しおねちゃんに会うのは。まあ10月中に会ってると思うので、まあ2回目かな、10月は。まあちょっと空いたので期間が喋り倒してきましたコスメの話ばっかしたかな。クリスマスコフレ何にするとかそういう話とかもねしてました。コスメ以外の話もするんですけど、喋り倒してまたカフェラテを飲みながら喋ってました。で、今はセザンヌのナチュラルチーク N の20番をつけてます。ジンジャーかな、これほんと血色が良くなるような感じでめちゃくちゃ好きです。で、ハイライトはこの間紹介したシャロットティルブリーを使っていきます。
これどうかな、メイクで使うのは初めて。なんかね、シャーロット・ティルブリーのクリスマスコフレにもハイライトあったじゃないですか。これを買ってたから今回それは買う予定はないんですけど、そっちの方が馴染みが良さそうだなと思ってちょっとショックそうね、こういう感じでなんかくるくる全体につけた方がいいかな。なんかたっぷりつけると私の肌色とかでもちょっと浮くかも。あの浮くというか濃いめになりますね。あ、でもいっかなんかこれ前回もやった気がする。なんか乗せてどうかなとか言いながらやった。まあいっか。でもやっぱね、ちょっとこうくるくるしながらちょっとずつつける方が良さそう。うん、いい感じだわ。よかった。前回もね言ったんですけど、これはやっぱりね、あのちょっと肌が白い方、明るい方はあんまり向かないかも。でリップはこれをねちょっと使ってみたいんですよ。店頭で並んで気になっていたあのレブロンの新作のリップです。こちらもね送ってくださったので、使ってみたいんですけど、手に出してからまた決めたいと思います。はい、こんな感じのカラーになってます。結構使いやすいカラーが多めですね。なんかチョイスがめちゃくちゃいい好きそうな感じで、これはとろけるような質感とクリアな発色が特徴です。で最後のこの020番、こちらのカラーがプラザロフト先行発売色だそうです。もう絶対好きなカラーだなこれ。じゃあまずね手に出していきたいと思います。はい、こんな感じで出してみました。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、こっちから順番につけてみました。でほんとすごいスルスルでとろけるような感じですね。めちゃくちゃ塗りやすいです。すごく柔らかい。この2色以外は結構ヌーディーな感じですね。で香り、あ、で香りね、ちょっと甘い感じがしますね。本当にほのかに甘い。こうやって嗅がないと分かんないかも。でパッケージもなんかねちょっと違って、少し大きめなんですよね。こういうとこも透明で可愛いです。でやっぱりちょっと今日はダークにしたかったので、ブラックチェリーを使ってみようかな。では塗っていきます。はい、こんな感じです。すごい深めのベリー系のカラーでめっちゃ可愛い。リップ自体もほんとスルスル塗れてとろけるような感じで、少しねやっぱクリアな発色だからそこまでダークな感じしないですよね。でもなんかなんとなくちょっとこのアイメイクと合ってないような気がするので、一回ティッシュオフをしてみたいと思います。結構取れますねあのそんなに残らない感じかな。これをちょっとポンポン付けにしてみよう。はい、こんな感じでちょっとね内側が濃くなるような感じでつけてみました。こんな感じです。はい、ということでメイク完成しました。はい、前髪下ろすとこんな感じです。はい、ということでこんな感じのメイクになりました。どうでしょうか。今回新しいコスメをたくさん使って、ちょっと濃いめのメイクをしてみました。ハロウィンをね意識してちょっとダーク系な感じにしようかなと思ったんですけど、意外となんかそこまでダークにならなかったですね。リップもね意外と使いやすいカラーでした。でこのナーズのねベースもすごい使いやすくて、厚塗り感がなくてすごくいいなと思いました。やっぱ人気なだけありますよね。めっちゃいい感じです。今日もめちゃくちゃいいメイクができましたこの髪色とも合っててすごく気に入ってます。他の新しいコスメもねすごくいいので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。